皆さんこんにちは。元気ですか？今日もお家でできる簡単トレーニングを紹介していきます。それではよろしくお願いします。はい、今日はですね、前回やった高ばいの動きではなくて、今日はあの足の指をしっかり使ったトレーニングです。名前は熊歩きですね。四つん這いの姿勢から、少しお尻を上げてください。膝が浮いてるんですね。そしてそのまま足の指だけで前に進みます。ちょっと小股でしっかりと歩きましょう。で、前に進んでいって、だいたい20歩ぐらい前に進んで、でそのままの体勢をキープしながら、そのまま後ろに下がりましょう。はい、そうですね。しっかりと足の指を使ってください。 OK ですね。で、今の子どもたちはなかなかあの足の指だけを使うとあの動きはしないので、これはちょっとよくお家の方でやってみてチャレンジしてください。みんなもチャレンジしてみてね。